はい、皆さんこんにちは。リフォームの達人プロデューサー山崎徹です。どうぞ。ファイン住まいの伝道師亀田義明です。よろしくお願いいたします。はい、亀田さん本日もよろしくお願いいたします。亀田さんと前回にですね、能率の、高級コンロ、コンロも新しくなった、ガスも負けてないっていうことで、マルチグリル、もうグリルの中でカレーができる、グリルのお手入れがしなくて、もう本当にあの大変なお手入れ、もっと楽にならないの、そんな内容を解決する商品紹介していただきました。この新商品でもう一つご提案したいのが、二口のあのコンロ、お手入れ性、よく言われるのが三口じゃなくて二口のコンロないのって言われる方、私も何回かあるんですけど、亀田さんありますか？最近ね、多いんですよ。 IH も二口でいいですよと、ね、ガスコンロも二口でいいですよということで、結構ね、もう奥の方はあの、ね、ちょっと使いづらい件もございますので、二つあればですね、十分二つの料理でいけるということで、もうその方がご得のとこやら掃除するのも楽になるしっていうことで、結構二口今人気ございますね。そうですよね。ということで、今日お届けするのは亀田さんと二口のこれ新商品、あ、ついにっていう形かもしれないんですが、この能率がピアットでこの二口コンロを出してくれたんですね。シンプルでお手入れ簡単な二口タイプ。あ、手前二つだ。で、これのメリットって何なのか。あなたは二口派、三口派、どちら派っていう感じで、それぞれのちょっとメリット考えていきたいなと思うんですが、二口タイプのやっぱりメリット、今亀田さんおっしゃられたように、三つまでいっぺんに使わないから、もう二つでいいのよ。だからちょっと安くなんないとかですね。もう大体そもそも使ってないのに、あそこにちょっとこうバーナーがあると邪魔で、これ見た感じ二口なんで、どうせ二つしか使わないとない方がフラットになってお手入れしやすい。まあ IH が私は好きなんで、ごとくない方がもっとお手入れしやすいと思っちゃうんですが、こういうことですよね、亀さん、メリットとしては。そういうことです。もうお掃除が一番言われますね。いらないところにですね、使わないところはなくていいんですよっていうことでおっしゃりますね。あともう一つ、あの3つもいらない、2つだったらもうちょっと安くならない、どうせ使わないんだからって、亀さんこれも言われませんか？そうですね、一つ分安なるから3分の1になるか、そういうわけにいかへんのですけれども、少し安くなりますんで、はい。今まではですね、よく2つ、ね、あったんですけど、逆に言うとこだわりの2つみたいなところがあって、逆に売れるものがリーズナブルで、売れないものはちょっと高かったりするんで、2口の方が若干逆に高かった時代もあるんですが、今ついにここにメーカーさんが気がついてなのか、気がついてたのかもしれないんですが、2口出ました。じゃあ3つの時どう違うのか。まあ3つはやっぱり同時調理できるから便利ですし、やっぱり奥のバーナー、味噌汁とかちょっと保温とか2つやってるんだけど、最後ちょっと出来上がったからちょっとだけちょっと最後保温しとこうかなっていう使い方、2つと3つそれぞれ、あなたはどっちでしょうか。私は2つでもいいのかなと思います。ということで、ピアット2口タイプの主な仕様、まあピアットそもそもの、まあお話になってくるんですが、トッププレート2口であっても今までのピアットと変わりません。浸水アクアコート、前回の動画でもやりました、プレートの油の下に水が入る浸水性、水がこう馴染みやすいことによって、この特性を生かして油が浮き出て拭き取りやすいということで、この浸水性コーティング、水を浸していることによって汚れが浮き上がって落とせます。これはもうやっぱり浸水アクアコートの特徴です。そして幅広のグリルなんです。この2口はちょっとまあお値段下げるために、いわゆるそのプレートタイプではないんですけれども、いわゆる焼き網タイプになるんですが、幅はやっぱりちょっといいコンロということで、グリル幅大きいですが、ワイド設計なんで3番も結構並べておけますね。このチキンも焼けて非常に幅広になっております。ただこの調理機能ちょっと見ていただくと、あれ、クックボックスグリルプレート波型、そうなんです。これオプションで、この波型プレート L の方ですよ、ワイドですから、油跳ねガードの L、 これを作ることによってクックボックスと呼ばれる 99.9% 油、こちらサンマだって焼くとき焼き網じゃなくて、これを使うことオプションにはなるんですが、こういったものを別売りで購入することも可能というふうになっています。そして排気口落下物ガード、これも別売りなんですが、この奥のところ、これにですね、こういった形でもし何かチャーハン作ったり、ちょっとした野菜くずとか炒めてるとき飛んだとき入ってるんだけど、これをこういった形で焼き網のこの奥、ここをガードするようなものがありまして、この目皿の下にこれを入れておくことによって中のものをお掃除することもできます。排気口落下物ガード、取り出して簡単にお掃除ができるんですね。このちょっとピアット確認おさらいにはなってくるんですが、じゃあ焼き網じゃない場合、これはピアットのマルチグリルっていうタイプ、こういった形でですね、キャセロールっていうこのフランスのこのお鍋のような形で使う料理、まあカレーも作れる、ぜひこちらの方も試してもらったらいいんですが、もし興味ある方はマルチグリル、こちらの鶏を焼いたりですね、
ほったらかし料理、こちらの方ができる前回でのおさらいでした。まあ焼き網よりはやっぱりマルチグリル楽かなという、まあクックボックスもですから楽ですよね。ああいった面で 99.9%、油跳ねガードしてくれて、さらにプレートという形になりますね。こういった別売りを使ってもいいんじゃないでしょうか。そしてスモークカット搭載にこのマルチグリルタイプになってます。こちらの方気になる煙の発生を抑えるということで、やっぱりですねこういった匂い、この煙を 80% 削減してくれる、匂いは 92% 削減できるということで、発煙しない温度で調理してくれる、これがマルチグリルの特徴でした。ということで、もしあれやっぱりマルチグリルの方が私ピアッと見たら興味あるのっていう方、このサムネ特徴になってます。こちらの方ね、概要欄にも貼ってます。ぜひこちらの方、グリルでカレーですよ、どういうことですか、ほったらかし料理、調理でしたね、マルチグリルおすすめの商品でした。そしてこの二口はこちら焼き網グリルになってますということで、この焼き網グリル手間なく美味しく無水両面焼き、この無水、水なし、水を入れなくても大丈夫です。片面焼き、ひっくり返す必要もないんです。今はやっぱり亀田さん両面焼きが主流かなと思うんですが、片面焼きよりもほぼほぼ両面焼きの方が人気ありますよね。そうですね、今はもう片面焼きっていうのはほとんど、ね、言われないですね。もう両面焼きお願いしますっていうことが多いですね。はい、ということで、やはりひっくり返すときに煮崩れしたりですね、実際にまあ焼きナスを焼いたりチキンを焼いたり、いろんな料理ができるのはこの両面焼きの特徴だと思います。そして水も入れなくてよかったです。昔は水入れてましたね。こんな形でああともう運ぶときにドキドキするんですが、そういったこともないのが無水両面焼き。まあもちろん焼き時間は半分ですよ。片面焼きの半分の時間で焼けちゃいます。このピアットマルチグリル、一番まあ、ピアットの一番上ですね、マルチグリル、先ほどやりました。興味ある方この QR コード、テレビパソコンを見ている方はこの QR コードでスマホから読んでいただくと、こちらそれぞれ出てきます。そしてこのピアットワイドグリル、このロゼの色も亀田さん、これ綺麗で可愛いと思いませんか。そうです、この天板の色がですねすごくこう綺麗でですね、おしゃれな感じですね。このね天板はね、はい、すごくいいと思います。はい、まさにこれあの林内さんの好みを意識してるんですね。ごとくはステンレスになっている、この辺も大きな特徴。デザイン性もやっぱりコンロどん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 おしゃれになってますね。そしてピアットライト、ちょっとお求めやすい金額にだんだんなってますよね。さっきまでの金額25万8000、これガラスプレートがまた綺麗なんですよ。その25万8000、それとロゼの方、こちらの方23万6500円、もう少しお求めやすくなったピアットライトということで、今回お届けしたのは二口の方19万8000、お安くなってますよね。これがニューという形で、実はこの二口タイプ他にも農立さん品揃えありまして、いわゆる普及タイプのコンロ、ファミーの中でも二口14万3000、それと高級タイプの二口タイプ、このスマートコンロ、またこちらについても別の動画でご紹介していきたいと思います。お届けしたのはピアット二口ニュー、ついに登場いたしました。亀田さん、最後一言よろしくお願いいたします。はい、コンロもですね、いろいろね種類がございますけれども、非常にこう料理をしやすくなったっていう形で、まあ、今回は特にちょっと価格帯を下げたいということで、農立さんの方がちょっと商品がねお求めやすくなった値段帯が出ましたんで、実は二口なんですけれどもすごくいいんですっていうことで、今回ですねセールスに来られて、でまあ勉強会をして、そしてこういうね今新しい情報ですので、今回ちょっと催しをさせていただきましたんで、またじっくりとですね、各あのところで調べていただいたらいいかと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、新商品早速お届け、二口コンロピアットでした。本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。リフォームの達人プロデューサー山崎徹と、開運住まいの伝道師亀田義明でした。ありがとうございます。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。